名古屋のクイーンさんの特徴としてやっぱこうちゃんとダンサーさんをつけて、ごめんなさいね、あれはどなたの影響だったり、ごめん今ガキに聞い取られてる今注目してる子とかいるんですか、あのこのまま突っ走ってけって思うの、ああ横に来るから何この人と思ったらこうやってこすってて、あらショートクリームでやるんじゃないよさっきスーちゃんって言った後なんだから、ジェリカさんがあのアーティストのライブを見に行ってるんですけどみんなわーって盛り上がってるんだけど本当に名古屋ってたくさんのドラッグクイーンが生まれる土地じゃないですか、まあ、それこそやっぱりみせっこさんからドラッグクイーンになる方も多いし、まあ、そんな長くされない方も多いけれども、どういうなんて言うんだろう土壌作りをされてきたんですか、面倒見がいいとも思わないし自分のことをね、でも慕われるタイプ、慕われるね、うん、真剣に向き合うからだと思う私多分、うん、向き合わないじゃない、あの本当にこれね営業にも出てるの、うんうんうん、よく営業に出せんなと思っただって同じ金払ってさ酒飲みに来てる子でさもう来ないでブスだからって理由がいやでも賛同してくれた人いたよお客さんでしょ、そうそう、まあその人だって同じお金払ってるから、うん、そうそうそう、そういう人はブスにブスって言ったっていいけどさ、もらう側なのにブスって言っちゃダメよだって本当ブスだったの、うん、そうもうこの温度差がある、はいはいはい、ここでもう慕ってくれたらいい可愛がるけど、うん、やっぱり勝手には慕わないよ向こうだもん、アンジェリカさんねと思ったらもうそういうこと言うからよ、だから割とね、ホモイさんが若い子を見るとあんたはアンジェリカ派だっていうねそうそう、じゃあいわゆるこのホモイさんの懐刀みたいな方はどなたなんですか、ゲブミさん、あ確かに、ね、あ熱いと思うわそっか、ゲブミさんもね名古屋でやられてね、そう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 、そっかそっか、あとやっぱ名古屋のクイーンさんの特徴としてやっぱこうちゃんとダンサーさんをつけて、うん、あの踊られる、ごめんなさいね、たまに出ちゃうから、そうね、初対面を形成される方がすごい多いイメージなんですけどあれはどなたの影響だったり、ごめん今ガキに聞い取られてる今半分でダンサーつけてやるショーが、ダンサーさんをつけてやるっていうのって私はやっぱり姉妹ちゃんのイメージかな、あやっぱじゃあ姉妹さんぐらいからちゃん一世代したぐらい、うんねえですよね、でも今名古屋のクイーンシーンはどうなんですか、お二人からご覧になって、最近全然知らないんだよね本当に、もう名前も分かんない、分かんない、はい、今一番の若手で誰、一番キム・ユアン・カーマンシャス、より下の子になると年齢じゃないもんね、うん、そこってね、そうそう歴ですね、うん、でも若い子出てきてるカタカナのポポちゃんだ、ポちゃん、うん、注目してる子とかいるんですか、いないいないみたい、ごめんなさい名古屋の間がみんな頑張れ頑張れ、でだからあのこのまま突っ走ってけって思うのはもう負けじと、うん、やっぱ飛車かな、あれはねいい意味でもね、そう突っ走った方がいい、うん、あれは下手したら嫌われる可能性があるのよ、うん、あの飛ばし方って、はい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 、だけどその嫌われたことも自分で熟知しながら、うん、ブレーキを踏まずに行けば、あ確かにすごいとこに行く人じゃない、メンタル強くなったと思うやろ、あそうだね、そう小森さんはいらっしゃいますか、いないわ最近の子でしょ、いないそうです、いないね、小森さんっていわゆる今ゲイイベントとかクラブイベントってそれこそ年に1回もうどんどん呼ばれないし、うん、めんどくさいだろうし、もう3時とかこの鳥居扱いになるみたいな、はいはい、あれがもう耐えられないの、あもう眠いし、ああ下手したら起きる時間なのよ3時半とか、昼間だったらいいですか、昼間の方がいいかもね、昼間もやってたね昔 ね、うん、NLGR で、そうあの名古屋には毎年 NLGR という本当にもう1年に1度の大きなお祭りがあって、うん、あれはもともとはどうやって始まったんですか、あれはでも NGR で最初まあ HIV の予防啓発イベントで、で検査会をやりますっていうのがまあ NGR 名古屋ゲイレボリューション、ゲイレボリューション2年ぐらいそれで3年目ぐらいからレズビアンも入って、うん、合同結婚式じゃなくて何だっけそれ桜田淳子だなんだっけそれ桜田淳子、同性婚ね、そうそうそう、うん、2年連続でやってる子いたもんね、込めなきゃこうやって来来シャワー、シャワーでねそれで結婚すると次の年は別れてるっていうなんかそういうみたいな、ゲイのカップルはね、うん、そっからなくなってきちゃったけど、あ、うん、だいたい結婚ねされた方はみんな別れてますもんね、まあ大々的にやってる方の方がそうね、大々的にやってる方が、ね、そう、ね、が大丈夫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 、ね、あのところ多分そうね、これがオープンされる頃にはそうね、じゃあ米投げに行けばいい、いや大丈夫です、おにぎりにした方がいい、ひっそりと大丈夫、レアスケールでいいってことじゃないでもいろんなイベントもね、今までこの主催されてきたと思うんですけれども、すごく印象的だったイベントとかってあったりされます、あんまり言えないけどいいのかな、ムラムラビビンナイトとか、
その当時の法律で言うと、おうおう、一応鍵を閉めて会員制にしてるって感じにすると一応大丈夫で、インストラクターとかついて、インストラクター、まあ、スタッフがスーッと行って、ね、これダメかな。で、私は設置と片付けだけ。一番嫌じゃん。そうなのよ。でもまあちょっと匂いだけでもやっぱりだから、で、じゃあ本当さまざまなイベント、なんか毎週なんかやってたけど外れたイベントもあれ多かったよね。なぜだと私とマツコと3人だけのイベントで一部二部三部ある構成だったのに、うん、トータルの集客が30人ぐらいだった激受けて帰ってきたね。すごい。じゃあここにいらっしゃったからね、行かれた方は今もう相当レア。誰が来てたんだろうねあれ。今思えば何年前ぐらい、20年は経つよね。もうじゃあみんな死んじゃったかもしれない。死んでる可能性のフロアにいたよ。生きてる。でも今こう活動されてないドラァグクイーンさんで、なんか思い出に残ってるクイーンさんとかいらっしゃいますか？バネッサ。バネッサさんはどういう系譜で出てこられた方なんですか？アブドラに追い出されたんでしょ北陸を。いわゆる名古屋っぽくないなって最初。あ、そうだね、ちょっとネタが、うん、そうそうそう、多分だけど石川県出身なはずだよ。あ、そうなんだ、うん、バネッサさん、うん、で名古屋に住んだからやりやすくなったの、アブドラがいないから。あ、アブドラさんについてはぜひ、ね、今度またゲストで出ていただければ、ね、ぜひいらしてください。あ、バネッサさんはじゃあやっぱりこの名古屋 の, あのクイーンのこの、まあ、系譜の中でも多少やっぱ異色というか、ね、あとなんか昔さっきの話じゃないけど、こうお笑いも、うん、真面目も全部やんなきゃいけなかったんだよね、当時って、うん、もう今の世代の子たちってお笑いをやるクイーンと綺麗なことをやるクイーンっていう住み分けがあるもんだと思って育っちゃってるから、うん、自分がやんなくていいんじゃない、うん、もしかしたら、うんうんうん、正解だと思うんですね、うん、たくさんのクイーンさんが今活躍されてるからこそ、まあ、変に住み分けができちゃう時代にもなっちゃってる、うんうんうん、でも住み分けできちゃってる分、うん、仕事数減るじゃん。部類にかけられるって意味ではいいかもね。まあね、あ、今までこっちに来てた仕事があっち行っちゃったわ、頑張りましょうになればそれもいいし、うんうん、まあ確かに確かに、うん、でも両方楽しい人ってきっといないよね。渋渋やってたわけじゃん、お笑いなんかは。いやでもね、私当時楽しんでやってたよ結構。そうだよね、丸刈りさんとかも楽しんでそう。あの人はね、あの人だね、あの人も名古屋出身だ。そうそうそう、両方だ、あの人両方両刀流だわ本当に。だからそう考えると本当に名古屋とあの器用だなと思いますね。いやだから本当オンラウンダーの方が多いし、今の世代の子たちもそう、うん、結構そうたくさんいるもんね、子供たちが ね、 ね、孫だもん、そのなんていうの、違う、お前さんはね、うん、私ね、アンジェリカさんがね昔発信された言葉ですごい好きな言葉があって、その先輩女装は後輩女装を同志として扱ってみたいな、なんか書かれてませんでしたっけ。あ、なんかその私も当然先輩がいるから、うん、私は先輩先輩ってする、うん、だけど上が同志として扱ってれば関係がうまくいくようなイメージだ、こっちも上、向こうもこう崇められるだったりすると、うん、なんか気持ち悪いというか、うん、貸してって言った時にこう、あ、いいよいいよって借りれるような、うんうんうん、うん、だってどうせやってること一緒でしょ。いや素晴らしい、同じ場所で、うん、そう、後輩から貸してって言われたら貸します。いやでもアンジェリカがよくつけまつげとか忘れてきたりするとね、うん、あるよっつって取って取った、違う違う違うムッとしてこうやってやってるけど、そうそうそう、長さが足りない、長さが足りないからね、うん、お二人の関係性もなんか不思議というか、なんかこう全員でもあ り、 そ の、 りその当時はやっぱママでもあったから、うん、その先輩だけど、ドラッグクイーンとしては先輩だけど、あ、まあそこの辺から対等な感じはする。でもなんかその人間の話になっちゃうとやっぱり先輩は消えないよね、うん、私の中で。いやもうあんたもまあまあもう後半戦でしょ。私も後半戦だけど、後半、あ、そうね、後半戦だね、うん、うん、別に秘密じゃない、秘密じゃない、私48 私48、はい、うん、10歳ドラッグインやって女装しててって、うん、オンオフってお二人結構あります、うん、あんまりお二人変わらなくない？私はメイクオンはある、ただ、うん、普通の営業の時にはオンオフはない、大体大体オフ。なるほど。最近一番すごい笑った、うん、ある方のスターストーリーで、うん、アンジェリカさんがとあるあのアーティストのライブを見に行ってるんですけど、うんうん、みんなわーって盛り上がってるんだけど分かった、いやそれね、あれも大爆笑して、あれはどういう状況だったんですか。あれは私はもうこう
真剣にあの音楽と向き合ってた時間つまんなかったってこととかじゃなくて、私だからこういうなんかライトとか、なんかうわーうちわとか、うわーっていうタイプじゃない、そもそもだから私それ昔から言われてる、聞いたことあるでしょ、若いクイーンを見る私のどの子だいたいこう、そうそう、なんか光線出てくるかと思うからこれちょっと本当聞いて、これみんな同じだから絶対にまずクラブに行きます、ドリンクは持つわね、でまあ女装してると前の方に行ったら邪魔にもなるし、女装がこうやって目の前でショーやってる女装見て、こっちも嫌じゃない見るの、だから後ろの方に行ってこっそりスピーカーの影とかでこうやって見てるだけなんだけど、でこういうメイクでしょ、意地悪に見えないわけがないじゃん。ガラッとお話変えて、どんなお子さんだったんですか。私はどうなの、優等生タイプ、そんな感じするでしょ。しないです。しない。何をおっしゃってるの。本当、割と成績優秀で学級やってたぐらいなんだけど、裏ではトイレに行って拾ってたりとか、そういうちょっと陰湿な、あ、なんだっけ、セロハンテープに、それはお店でやるやつね、はいはいはい、でボールペンでこうピューって印も書きながら、で1本だけ本物のって、どれが本物だって、あ、おしゃれ、おしゃれ、いくら取られるんだろう、膨らんでるけど、人の陰毛に興味があったんだろうね。あ、でもそれもフェティズムというか、まあ立派な目覚めですよね。そう、ザワールド、それを集めてた薬島ひろ子のカンペンケースに、こう、ひろ子さんごめんなさい、開いた瞬間に一回一回そう、ダブルの悲劇です。拾ってる時にドアがポンと開いて、うわ見つかっちゃったと思ってこう震えてたの、こう、そしたら横に来るから、何この人と思ったら、こうやってこすってて、あら、ソフトクリーム出るんじゃないよさっきスーちゃんって言った後なんだからフォークでやろうかね、それもうミスターマリックみたいなね、すごい曲がりやすい、だからあれかもしれないです、でこうやってやると落ちるじゃないですか、はい、だからどん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 こう、こうやって、ね、あ、こうやって、あ、あるわ、あらーってなって、なんかそんな動画なかったけど、ヘンゼル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 、もうやめても16でやめた、それは私今もやってるのかな、やってないわよどういうお子さんだったんですか。私はもう想像通りってみんなに言われる、グレてたでしょって、あ、まあまあまあ、そう、まあまあ、あの昨年かな、アンジェリカさんと純子さんと私と、あとベビーバギーさんで、ディナーショーもやらせてもらったり、そういうディナーショーとか出られない。いやいや、もうお見せするネタがないから一回断ったね、あの、ナジャのやつは。いや、あ、そう、あんたなんかできんのって言われて、ね、何でもええでって言って、聖子ちゃんかけとくって言ってじゃあそんなんでいいのって言ったら、ちょっと聞いてみるわって言って、それっきり私見せられてとか好きだったよ、前の方が見せられる方見せられちゃうの？そう、最前列で2、3人ぐらいまでは見える。シースルーの衣装で、こうやって。あ、そうそうそう。ディナーショーぜひそれね。ダメよディナーショー。大きいイベントではやらない。おぼえちゃん祭りで。あ、おぼえちゃん祭り。おぼえちゃん祭り今どれぐらいの頻度で？もう全然やってない。しばらくやられてないですよね。10年ぐらいやってない。うん、そうだね。動くかな、もう。限界だわ、さすがに見せられちゃってたとね、ずっとこうやって、ね、そう、こうやってこう座ってれば、座って、そうそうそう、シャロンストーンみたいなことしてるわけでしょそれはじゃ あのこうやって足組んだ方でしょ、うん、それだと秘密の花園になっちゃう結構いっぱいあるじゃないですか、ね、秘密の花園に見せられてに、そっち系はそれ全部さくらんぼもある私さくらんぼずるいしたい、いや、ずるいって言うけど、見たいです、ちょっと無責任、見たいでしょ見たいんだよね、見たい、見たい、今後の展望とかってあるんですか。いや、私はもう本当にこっそりと仕事がなければもう引退の道をね、あるからまだ続けているだけで、はい、でも飲み屋さんはずっと続けられるわけ。そうね、でもまあそれもね、うん、やめなきゃいけなくなる時もあるだろうし、まあ、まあね、うん、アンジェリカさんは。いや、私もなんか低空飛行が一番いいなって思う、うんうんうん、なんか必要な時に軽く呼ばれて、うん、いらない時はほっといてみたいな、うん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 、いろいろ自分のちゃんとこの発あの楽に発信できる場所をしっかりこう見つけてるっていうイメージがあるから、うんうんうん、お二人方の世代の方を見てると、なんかその生活スタイルっていうのは結構今やってると憧れる、うんうんうん、そう、でもそれもやっぱがむしゃらにやってた時期があるからこその今のね。そうそうそう、頑張りましょう、私たちもあと20年いや嫌です、頑張りましょう、もう嫌だよ、もう嫌です。先20年考えると長いよね、長い、過ぎちゃった20年って あっという間だったよ、うん、ね、そうだけどさ、いやいやいや、うん、大丈夫、これ今病院の待ち合わせですか、ね、的にはね
いろいろねこの楽しいお話伺って、まだまだいろいろお話伺わせていただきたいんですけれども、うん、ちょっとねそろそろこの時間も佳境ということで、ここでね、うん、毎回このレジェンドクイーンシリーズにいらっしゃっていただいたクイーンの皆さんに伺ってる質問があるんです。あなたにとってドラァグクイーンとは何ですか、うん、はい、一言で、まあ一言でも二言でも、うん、千文字以内でそんな長いこと考えてたのなんだろうね、やっぱりなんか自分が楽しんでやってるのを喜んでる人が見てるのが楽しい、うんうんうん、そう、それだけじゃないかな、うん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 、でこれが受けんくなったらもうやっぱりやらないし、うんはい、こうやって呼ばれたりとか需要がある時はまあ出るぐらいかな、あとはもう白いネタができたら自分で売りに行くぐらい、あそうののかちゃんできたわって、どこも返事がないから店でやっちゃったんだ。はじめさんは？なんだろうね、でもパッとなんかそれなんで思い浮かんだかわからないけど、うん、捨てれないおもちゃみたいなもの、うん、昔ね友達からもらったアフリカのバービーの人形があるんだけど、うん、私はそれを箱からもまだ出してないし、うん、おそらく今後も出すこともないし、うん、たまにしか見ないものなんだけど、うん、なんかそれぐらいのもの、うん、何か多くも求めないし、うん、その瞬間 その時楽しめれば、うん、まあいいかなっていう、うん、そういうもの。いやー素敵なお話伺いました、はい、ねこのまだまだいろいろこのねお話伺いたい方がいらっしゃいましたらですね、名古屋にお住まいの方はぜひこちら錦のエデンさんに、で、ゲイの方はなんなんさんに、うん、行かれていろいろお話を伺ってみれば、あの京都は全然テンションの違うお二人が見られるかもしれません。もうちょっと頑張って喋ってるかもしれないね。あじゃあもう十分の十分。そうですね。十分の十分。ということでですね、本日のドリアン純子のまあ大変ね、スペシャルゲストとしてアンジェリカさん、鎌口ほもえさんをお迎えいたしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまたねー。Yeah!